今朝、東京小笠原諸島の母島で観測した震度5強の地震について気象庁は会見を開き、1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけました。地震が起きた後は、1週間程度同程度の地震が発生する確率っていうのが、ありますので、そういう意味では強い揺れに1週間程度注意してください。気象庁はこのように注意を呼びかけた上で、特に今後 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると強調しました。今朝の地震では母島で震度5強、父島で震度4の揺れを観測し、母島にある店では棚から商品が落ちるなどしました。警視庁によりますと、これまでにこの地震による人的被害は確認されていないということです。